2021分発鹿児島中央行きと急仙台エクスプレスです。仙台を出ました次は熊野城に止まります。お待たせいたしました、まもなく発車します。閉まるドアをご注意ください。
口の止まります。Thank you.
です。開くドアと足元にご注意ください。シワのドアにご注意ください。
閉まるドアにご注意ください。
閉まるドアにご注意ください。Thank you.
降り口は右側です。開くドアと足元にご注意ください。鹿児島中央行き特急列車です。伊集院を出ますと次は終点鹿児島中央に止まります。途中の駅は止まりませんのでご注意ください。閉まるドアにご注意ください。
Thank you.
ありがとうございます。まもなく終点鹿児島中央、鹿児島中央に着きます。降り口は左側です。5番乗り場に止まります。開くドアと足元にご注意ください。終点鹿児島中央からお乗り換えをご案内いたします。新幹線ピンクと604号熊本博多小倉方面、新大阪駅は8時54分、新幹線12番乗り場、新幹線桜546号熊本博多小倉方面、新大阪駅は9時2分、新幹線14番乗り場、日豊本線重富調査隼人方面普通列車の北部行きは8時9分、岡山は6番乗り場に待ち合わせています。特急霧島6号隼人北部都城方面宮崎行きは8時48分、この列車が止まりました。5番乗り場重富調査隼人北部都城方面普通列車の宮崎行きは9時ちょうど、向かい側6番乗り場指宿枕崎線臼杵谷山方面喜入行きは8時13分2番乗り場臼杵谷山喜入指宿方面普通列車の山川行きは8時38分同じく2番乗り場からの発車です。降りの際は車内にお忘れ物のないようにご支度ください。座席のミニポケットをご利用のお客様は切符の取り忘れにご注意ください。本日も鹿児島中央特急仙台エクスプレスをご利用くださいましてありがとうございます。